قبل ما نبتدي الفيديو النهاردة حبيت اقول لكم على عرض تيدي بليك، وكنت عملت قبل كده فيديو عن الشنطة دي، للي حابب يشوف الفيديو هتلاقيه في القناة، واتكلمت فيه عن الخامات في تيدي بليك وجلد ايطالي من نوع الفاخر، وبجد التصميم والصنع راقي جدا. في مجموعة متنوعة غير الشنطة دي من التصميمات المختلفة، الالوان الاحجام بتناسب جميع الاذواق تقريبا. انا حابة لونها جدا وتصميمها، وكمان حجمها مناسب قوي، هي بتبان صغيرة لكن بتاخد حاجات كتيرة، وكمان ايديها بغير طولها زي ما انا عايزة، وكنت بوريكم كل حاجة في الفيديو قبل كده. انا الصراحة بستخدم الشنطة دي في المناسبات، زي مثلا الايفنت بتاع اليوتيوب اللي في اليابان اللي حضرناها من قريب، او مثلا كافيه شيك زي النهاردة كده. فالموقع ده يا جماعة للي بيحب الشنط الجلد الفخرة او البرندات العالية والحاجات دي، ففي حاليا تخفيضات من 17 اكتوبر ليوم 27 اكتوبر، والاسعار بتبدأ من 225 دولار. للي حابب يشوف الشنط او يزور الموقع هتلاقوا رابط الموقع في صندوق الوصف او التعليق المثبت. يلا بقى تعالى نشوف فيديو النهاردة. السلام عليكم ميناسان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناة حاتي في اليابان. فيديو النهاردة هو عن الكيك الياباني، وطبعا الكيك الياباني مشهور قوي، وبالذات اللي هو الشورت كيك او الكيكة اليابانية المشهورة، وفي انواع كتيرة قوي. تعالى نشوف مع بعض الفيديو، اتمنى ان يعجبكم. كراس كاي بينز ميتاي دا كده انا سرامي دي مسرامي جناينة. انا اول ما شفته فكرت ان هو فول حراتي، بس ما مش فول حراتي خالص يعني. ايه ناندارو ني كوره ني ما يو اتاشي انسايد توتا دا كيدو جيجاو كوكو مارو هاي ということで ケーキ 頼みました。 いっぱいですね。 いろんなケーキありますね。 そうそう、 これはショートケーキですね。 だけどこれはピーチ、桃、はい、ピーチね。はい、これはタルト、え、いちじくタルト。はい、で、これはショパニオ、ショパニオ、名前はすごいね。あとはこれはマドレーヌ、マドレーヌ、はい、やプリン、プリンジャンかわいいぬ。おお、めっちゃ美味しそう。何からいきましょうか。そうですね、私のあの、うん、This here two challenges、うん、プリンと、うん、あのタルト、タルトはあんまり好きじゃないと、うん、プリンも あんまりクリームカラメルね、うん、これはストレイ、胸立ってあるね。はい、だからこれはあの two challenges、 どうしようかな、じゃあタルトかな、うん、はい、うん、このナイフはちょっと私は分かんないけど、何使う切るときにね、小分けにして使って、うん、食べますよ、うん。わお、なんか、たぶん全セクレットオープンね、これ。倒れないようにね、作ってるとき。倒れないか、難しいですね。あ、これ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 、セクレット。謎。おー、できたー。さすがメルちゃんですね。とりあえずは、いちじく。私は、フルーツ大好きだから、スタートウィズでいちじくかな。おー。よっしゃ。うん、あー、美味しい。じゃあこれ。これはトラックローズ。はい。じゃあクリームね。うわ、セネモンね。私はセネモン、まあちょっとだけどクリームは美味しい。おお、タルト硬いね。タルトはおお、そうですね。まあでも私は別にできたと思います。はい、タルトはこの味だったの、このタルトは。このタルトはこの味だったの？なんかあれ？マイイメージネーションタルトとこのタルトは全然違うんだけど、これ本当にタルト。私のイメージのタルトはめっちゃ重いと、うん、なんかオイリーとなんかめっちゃ甘い、うん。これは全然違うんだけど、これ何？タロート。うん、美味しい。I use the knife、うん。結構美味しいねタルト。このナイフは一緒にできないね。ハイクラスはできない。私はあの左はめっちゃ弱いだからあまりできないね。そのままでカットする。左手は添えるだけだから。
اوه تكتزق. دي كاسو. めっちゃ美味しいね。いちごとタルト一緒。美味しい。いちごとタルト。いちじく。いちじくはジャパニーズだよね。で、イングリッシュはフィグズね。はい。いちごも日本語です。いちごも。いちごと。ごめんなさい。いちじくとタルト。美味しいですね。今度は。一番のフェイマスのジャパニーズはショートケーキ。ショートケーキは短いケーキですね。うん。いや、イメージとかショートケーキな、ショート短いかなってだけど、やっぱ違う。ショートニングのショートね。あ、なんかめっちゃ見てこれ、なんかピスタチオ。ショートケーキといえばイチゴだけど、うん。ここはピーチですよね、今はね。めっちゃ綺麗でね。めちゃめちゃ本当に可愛い。私はフルーツ大好きだから。あのピーチの味なんかめっちゃなんかどういうこと？久しぶりの味ね。めっちゃ美味しい。なんかあの、前は食べた。本当は結構前、この味だった。めっちゃ美味しい。すごく美味しいよ、別に。さあ、今はな、most important。おー、おー、これもピーチ？ピーチだね。大きい、めっちゃ大きい。できるかな？ん？めっちゃふわふわ。なんでライト、そうライト。そうライト&、何？ふわふわね。うん。めちゃめちゃ美味しい。すっごーく美味しい。ああ。本当になんかあの、メルテみたいな感じ。トルクルケーキ。すごいね。僕の結構はめっちゃ甘いとかじゃなくて、美味しい。本当に甘さはちょうどいい。ジャストサイズじゃない。ちょうどいい。ショットだけなんかも苦手であるね。まあ、そういう時はやっぱりあの、一番フェイマス。そう、フェイマスね。アニメとかなんかドラマとかいろんなフェイマス。だから私は大体はあの、アニメ見るあの、ショートケーキね。まあ、ルックス美味しいとか、可愛いとか、と食べたいね。まあ、大体は、コナン。前はなんか、ランさんと、あの、モーリー・クグルさんと、あの、コナン君。ジオリーティングケーキで。あのは、キバの、チューブフォーラストで、ね。起こったとかで、なんかちょっとこれはずっと見むるね。あとは一番食べるはフルーツかラストかショット。私は多分一番かな。じゃあ、ワンビフォーワンアフター。はい、あとはあのエリさん、あのディスノート、なんかあの甘いものめっちゃ食べたでしょ。あとあのショートケーキなんか食べたで、あのなんかイチゴラストね、ヤガミライトのお父さん、なんかあのポリスだったでしょ。で、ヒーセイなんかあのイチゴあげるから秘密してください。イチゴあげますから秘密にしておいてください。さすがだな、リュウザキ。これは物語で、次回は、ね、やっぱりあのブラックフォレスト、エジプトのブラックフォレスト、ちょっと違い。このフルーツじゃない。大体はあのチョコって言って、あとはチリ、アメリカンチリ。そう、私はアメリカンチリはなくて、ブラックフォレスト食べるんだけど、ちょっとだけだ近いだけど、あの、これの方がめっちゃふわふわ。そうライト。本当にめっちゃすごいね。めっちゃ美味しい。はい、今度は、プリンです。うん、プリンの物語なんですね。イメージはなんかあの、エッグヨークとあのメキのデザートとかスイーツ、ちょっとなんか私のイメージ、ちょっと嫌だかなと思います。だから私はあんまり、もうやめた。でもやっぱりなんかの、前は、本当に昔のドラマあった、マイボス、マイヘルかな。それはなんかあの、he was at high school。みんなはなんか待ってるの、何イーティングペリオドとかあったでしょ。あの、レストブレイク。before break, they were なんかみんな、なんか、これ、なんか、プラクティスとか、エクササイズとか、they will fight for pudding。あとはなんかあの、ウィングスとかなんかやって、あとは飛んだ。
トリチとポディね、みんな買って、あとは1個だけなんかわしゃってついて買って、いくらですかって言うの、100円とか150円かな、でなんか1000、10,000 1万円払って、もちろんはいらないですとか、ね、まあ面白かったそんなに好きかなっていうのポディね、ちょっと食べたいと思います。だけどクリームカラメルのイメージはちょっとね、だから食べてなかった。今日はね、なんかめっちゃ可愛いし、なんかちょっとチャレンジみたいと思います。だから、はい、食べます。おお、何これ。うん、下お願いね。めっちゃふわふわ、なんか本当にこれなんかフィシューン、すごいね。下は苦い、ちょっと苦いで、これなんかちょっと甘いとふわふわ、めっちゃクリーミー、クリーミーね、これすごいね、全然違うね。じゃあ1万円どうぞ。うん、うん、これはめっちゃ美味しいですね。やべ、本当になんで私は全然食べなかった、甘いね。めっちゃ美味しいですね。あー、止まらない。本当にはびっくりした。めっちゃ美味しいね。シューパニュー？シューパニー。シューパニー。めっちゃ難しい。どう食べるかなこれ。ハンバーガーみたいな。本当にどう食べるねこれ。手。こういう時にナイフでちょっと切って食べてみますか。難しいねこれ。じゃあこれ取って。手大丈夫かな。手で。なんかこれパンみたいね。まあ本当は違うと思うけど、ちょっとこれだけ食べたいな。ホースパン全然パン違うパフかな、うん、美味しい、そのまま美味しい。これはクリーム乗せて、パンみたいに見えるけどね、またおお、いいじゃないこれ。シュリーパニーを食べます。うん。おいしい。これはカスタードクリームかな。おいしいね。これは硬いと思ったんだけど、全然硬くない。本当にめっちゃふわふわ。すごいね。うん。おいしい。ナイフでいかれそう？そういうのトライしてみる？はい、トライ。チャレンジです。青、大丈夫かな。まあできるはできるけどね、ハイクラスは見えない。はあ、お、すごい。うん、チュニバニ美味しいね。すごいね。いや、手で持って食べてくださいよ。これじゃなくて、はあ、これ、そのままあの下に。違うね、ブロックする。あ、それぐらいやる。じゃあこれ、下はちょっとなんかクリームある。サプライズです。うん。うん。おいしい。めっちゃライトね。あの、重いとか、全然、本当にめっちゃライトね。あの、本当にジャパニーズのデザートとか、本当に、本当に日本の、本当に日本の日が美味しい。軽いね。マンドリンじゃなくてマデリン。マデリン。これはシルね。かわいいね。うん、おレモンね。知らなかった。レモンの味？なんか酸っぱい。私はレモン大好きだから。なんかあると思ったら、めっちゃふわふわ、むしょ、あれ何もない。めちゃめちゃ軽い。美味しい。あの、酸っぱい甘い。美味しいね。すごいね、これ。びっくりした。全然知らなかった、あのレモン。美味しいね。このシェル。マンドリン？マドリン？マドリン。はい、皆さん見てくれてありがとうございます。またねー、バイバーイ。